アレクサンドル・ミハイロビチ・クルチーは、ベラルーシ・ミンスク出身のサッカー選手。ポジションは MF。なお、アレクサンドル・ミハイロビチイコール・クルチーとはロシア語読みの日本語音社であり、ベラルーシ語読みの日本語音社は、アリアクサンドル・ミカラ・イエビチ・クリチュイに近い。1997年以来、トップディビジョンである、ロシアプレミアリーグのクラブでプレーをした。2011年6月14日。 FC ボルガニジニノブゴロド戦の前半44分に FC クラスのダール移籍後初の得点を決めた。試合後、t v 局のロシアにはこの得点を第13節のベストゴールに選んだ。2012年シーズン終了後、FC クラスのダールが契約延長を求めなかったために退団。カザフスタンの FC イルティシュ・パブロダルと契約をしたが、7月に 入る契約終了して二部相当に所属する FC、シビルのボシビルスクに半年契約で移籍した。ベラルーシ代表としては、1996年2月14日のトルコ代表戦で A 代表デビューをした。2009年10月10日、2010FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のカザフスタン戦で、ベラルーシ代表の最多出場記録を持っていたセルゲー。 グレンコの8 2に並んだ。2010年8月10日、リトアニア代表との試合で、キャップ数を81に伸ばし、ベラルーシ代表の最多出場記録を塗り替えた。2009年11月下旬、ベラルーシサッカー協会は、今年の最優秀選手にクルチーを選出。キャリア初のベラルーシ年間最優秀選手賞に輝いた。2012年6月7日、 リトアニア代表との親善試合で、ベラルーシ人で初めて代表通算100試合を達成した、プロフィールアットフットボール、ナショナルチームズ、ありがとうございます。